インフィニティ。ジャンバリ必勝本のラブインフィニティ。始まりましたということでセカンドシーズンなんか、はい、気づいたら終わってたんですよ前シーズンが。はいはいはい、はい、後半の僕出てないので、はい、結局ダメだったんですか。そうっすね、まあ8000トータルプラスの4800枚ということで。あでもあ、はい、なんか折り返し時点でプラマイゼロぐらいだったから、はいはいはい、かなり後半で盛り返したんです、ね、だからバンとこう一撃出た回もあれば、うん、僕出た時やったらこうじわじわとなんとかプラスに持っていってみたいな感じで、なんとかプラス収支、まあ、プラス5000枚弱ということで、うん、かなりがっつりとプラスにはなったんですけど、はいはい、まあ、だから最初の方なかったらあわよくばマジで8888枚、多分梅谷真がふざけてイミソール打たなかったら達成してたってこと。確かにね、あったってことですよね。あったあった。だそのね、枚数というかあれを参考に、まあ、前回と同じルールで今シーズンも戦っていくということなんですが、うん、前のシーズンと違うのは前が8000、全8000やったのが今回は全6000になりましたよと。あれ、まあ、だから減ったね。ね、そうなんですよ、回数自体は減ってるんですが、まあ、8888枚目指すっていうところでは その、まあ、そこまで誰かが大きく負けなければ大丈夫なんじゃないかななんて思いながら。そうね、だって情報も引き継いだまんま来てるわけだし、はいはいはい、まあ、今のこの後半のペースでいけると考えれば別に全然余裕で、はい、そうっすよね。しかもなんか意外と僕こういうのあんまりなんか、まあ、他人に運命を委ねるのあんま好きじゃないんですけど、うん、まあ、おかげさまでこのいけてないノートのおかげかいけてないやつね、まあ、これのおかげっていうよりも、まあ、まあ前回言ってたんですけどノートくんって呼んでるんですけど、ノートくん、みんなのこのノート君のおかげじゃないかぐらいこう狙いが絞れるというか彼が一番ここに来てるからね。そうなんですよね、なんだかんだ一番来てるんでやっぱ詳しくなってきてるっていう、うん、まだこれの前回書いておりますけれども、はいはい、結局どういう感じで終わったんですかその前シーズン。もう僕たち、僕と、まあ、前回青山さんが出させてもらったんですけど、うん、もうその時はもう指定までされましたね、今こう見たら初代窓か角内ならやなおよしぐらいの、そこまで指定されるぐらい、うん、まあ、ある程度絞れてきてると、うん、でまあなんか全体的には角がいいんじゃないかとか、うんうん、どっかに前代系があるんじゃないかとか、ね、新代増代が強いんじゃないかとか、うん、まあいろんな狙い方はあるにしても、まあその3つ4つぐらいの中からどれかを狙っていけば、あーなるほどね、大きく間違うことはないと、うんうん、いう風な話にはなりましたんで、じゃあまあ今回もとりあえずその3つ4つのパターンのどれかを狙っていけば、まあ誰かは当たるだろうみたいなと思います、うん、はい、そっか、あくまでその各8000やった結果はまあそういう風な感じになったんで、うん、まあ、前回それこそ初代窓マギはちょっとって感じだったんですけど、まあでもまあ狙い方としては間違ってないんじゃないかなと思いますんで、うん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 、はい、まあ、いろんな狙い方ありますけれども、まあ、ほんまにこのノートに記されたことを忠実に守ればある程度は。すごいね、なんかほんとこんなクソみたいな見た目なのに、そうなん、内容は素晴らしいってことだ。意外とやっぱりちゃんとした人が出てちゃんとして書いていくと意外と収集まとまってくるということで、まあだからね、今回は全6戦ですから、そのバーンとこう3000枚4000枚と負けちゃうと、そうね、かなり後がきつくなってくるんで、まあその大きく負けないようにじゃないですけど、最初はっていう風な感じで僕は行こうかなと思ってました。なるほど、はい、そうね、じゃあとりあえず どう行きます今回、その3つ4つある中のどうすかね。まあその今回は増大を結構なんかこうね、マドカとか、うん、リゼロ、うん、サラバン増大ですみたいな感じでバーンとなってたりもしますし、寝台とかも入ってますし、うん、ね、なんかよく配置が変わったりするじゃないですか。そうね、そうね、はい、でまあその雰囲気が変わるわけじゃないですけど、うん、まあ、みんながどれぐらいどんな感じで狙っていくのか分かんないんで、とりあえずまあ番号引いてからかなって。まあ確かに番号引いてからだね、もう今ものすごい並んでるから今ちらっと見たら気付いたらすごい並んでるんで抽選次第だけど、まあそうね、はい、大きく負けるのだけは回避しながらやっていきましょう、はい、そうですね、うん、あ、もうホームランはいらないんで、そうね、タンダタンダで積み重ねていきましょう、繋いでいくというような感じで、はい、今日は2人で頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。うん、200… あっちまでいる ?250 ぐらい。
はざまーす。はざまーす。はざまーす。うわー、みんな何行くの？リゼロ行くんかな。ちょっと悩んだんすけど、まあ角台も行けるし、こっちにしよう。増大された、さらばん、リゼロの方が多かったっぽいっすね、これ。まあ、ジュロー君は何でも取れる番号で入ったからね。何でも取れる人がどこに行ったのかと。おはようございます。あー、もう窓マギーサラバン角あーで札、あーそっか、札ね、札。ちょ待って、ゴッドイーター人気ねえな、おい。これちょっとでもさ、昨日29やめ、まだ天国の可能性がある。ただ上げ狙うんだったらこっちだな、上げ狙うならこっちだ。でリゼロの方行ってみよう。え、これ狙えるぜ。600、最後の、有利管理セットがね、150ぐらいにな、結構、100ぐらい、100前後なんだけど、天井まで残り500で、天井強烈だから、悪くない。あれこれ、なんか、どうかな。みんなが設定狙いしてる間に、ガシガシリセット、酔い腰狙いした方がいいのかな。まあ、やっぱリゼロは、リゼロ取れたな。まあやっぱリセットしてますね、全部。まあ全体的に見た感じ、まず初窓が埋まって、次サラバンが埋まってたかな、わかんない。ちょっとその前に絆埋まったかもしれないけども、とりあえずこの3機種と各機種の角台だ。これまでの、まあ、引き継ぎに即した感じで埋まってますよね。結局だから今押さえてるゴッドイーターがダメだった場合、もうこいつに来るか、上に上がって甘い騎士打つかの2択だから、なんだろう、他にまだ可能性がある台が抑えられるかもっつって、こうゴッドイーターを早く見切ってぶん回すみたいなことはしなくていいし、打たないよ、打たない、見てるだけ。さあ、それじゃあ打ってきますか。とりあえずね、両隣は多分リセットだと思うんですよね。あれ回んない。あちょっと待って学園者が分かんなかったただ榊が出てきてますね。これあの B 女子差で1ゲーム目に出るってことは、まあ変更だろうな。反応現象は榊のセリフによって天国準備場ってのもあるんですよね。ちょっと広角スタートっぽくないっすね。なくはないぐらいの。早くね。は早いな。昨日が110ちょっとでやめてるから、まあでもこっから作戦する、まああるね、据え置きでもあるな。まず朝一のレバー効かなかったのが大痛手なんだけど、何あれ。ちょっと榊が出てきたのが気になるんで、100ゲーム台のモードを見てみます。まあ、どこで作戦区域に行ったかで滞在モードがちょっと絞れるので、この辺から前兆起きて作戦区域行ってくれると、まあ、リセットかつ、天国準備場の期待が上がるんですけど、
ちょっと煽ってきてるの。なんかすごい微妙な煽りをしてくるんですよね。広角かな、この煽り。広角だね。やめましょう。ではサラバン打っていきます。前日やめゲーム数が84、116とかで雫ステージに行くようであれば赤信号です。15ゲーム強制、まあ、ここで当たっちゃうといろいろ分かんなくなるんで、まあ、当たらんくてもいいやっていう感じはありますが、周り見てるとほぼリセットかなっていうような感じなんで、65ゲームから先週2つ、前兆としては悪くないよ。もう1個ついちゃえ。あってー、おー、当たった。ちょっと弱いかなと思いきや、82ゲーム投資が4本、サラバン自体多分前立腺なのかなっていうような感じです。あ、滑る。うわー、大チャンス、チャンス目、継続来い、とりあえず継続来い。うわー、マジか。うわー、ないのかよ。ちょっと期待したのに。108枚。いやー、寂しいなー。まあ、オスベルも引いたし、最後大チャンスも出たし大丈夫だろうなんて思ってましたが、ダメかー。もう行き場所がない。もうないっすか。もうないよ。早っ。今日は多分本当になかなか動けないですよね。そうなのよ。だから行くなら早めに3階に行こうかなと思ってるから、ちょっと俺はもう立ち回るの半分諦めてるから、はい、そしたら甘い基地行くから。わかりました。ただこういう人数が多い日にじゃあ全員うまいのかって言ったらそうじゃないんです。ポロッとやめちゃう人だっているんだ。そう、こういう台とかね。何この台、知らないんですけど。こっちは違うんだ。あ、いや、空いてる空いてる。最悪ここもあるぞ。ここはだってもう絶対機械割り 100% なんだから。まあ、あのゴッドイーター当たるまで打つの間違ってないんですよね。榊2回出てるから、3回も特に打つ台なければゴッドイーター当たるまで打つっていう感じになります。よし、分かった、ゴッドイーターを打とう。
一応仕置き人の場所確認しとく。ほいじゃあちょっと不本意ながらも続行します。ちょっと僕が思ってるのは据え置きじゃないっていう、どのモードにいてもだいたい100から192までの間に全長起きるんですよ。少なくとも煽りは起きてないんですよ。ってことはこれ今酔い腰で200-300ゲーム手前ぐらいなんじゃないかなって。200から300の間ってちょっと全長起きづらいんで、気持ちあるぞ。ジャッカイ、あ、これ変換すると思う。これこの時点でチャンスの以上確定で、もしかしたら神チェリーにもなるかもしれない。とりあえず強チェリーになるね。強チェリー、まあチャンスゾーンは射止めたぞ。よし頑張ろう。これ解除しないとすげえハマると思う。来い来い。よし、ガードいいよ。あ、まずい。よし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 、チューはちょっとチャンスだね。熱い。このチャンスゾーンバトル中はレア役で勝利への書き換え抽選してて勝ちです。よしよし、なんとか状況というか、打てる環境的には悪い中、引きでなんとかできてよかったなって。227ゲーム。はい、232ゲーム。AT8000円ですね。ジャンプ青か。お、まあバチラかな。とりあえずこの一発目のバジラに勝てるかどうかがすごく大事だから、ゴッドイーターは。ちょっとわかんないですね。お、連続攻撃。危ね。20。まあチェリーを引けばなんとかなる。こっからはもうリプレイでもいいもんな。これ勝ち確です、多分。うわ、ここ強中じゃなくていいんだけどな。ここ別に弱でいいんだけどな。まあいいか。あのサリエルは強中に行くといつでも勝ち確なんで、今ここで行かなくてもいいんだけど。まあいい引いたね。
個ぐらい減らしときたいんだけどな。そうそうそう、あと1個。ああ、頼む。あー、ダメだ。まあ単発よりかはマシかなっていう。で、全長にいないんですよ。で、挙動的に背置きの可能性があって、さっきのあたりがゲームスじゃなくてチャンスゾーンってなったらゼロやめしても問題ない、問題ないけど、このタイミングで他にね移動できる台があったら移動した方がいい。積んでる。あ、アレクサが開いてる。アレクサ、そりゃ開くわそりゃ開くよ、こんなん。いや、これだったらまだホットヒーター96回した方がいいな。だから作戦攻撃いかねえの。やろう最悪の終わり方されて、まあ200枚ないぐらい、当社発生ながらまあ200枚ぐらいマイナスしょうがないね。じゃあ俺こっちしかないんだよ。開いてないんだ。間違えた、すいません。さあ、ふんどし天国やろ。よし、86。さあ、いい挙動っすね。天国で当たってくれました。投資4本のまま、追加投資なしです。一発目から緑チャンス。122枚で終了です。ここ超えたらやっぱしんどいよな。どこまで往年問題が出てきますからね。で、まあ一発天国行ったっていうのはやっぱポジティブな要素なので、まあここでやめるっていう選択肢はないっすよね。うわー、あるぞ。なくはない、頼む。いやー、400超えちゃいましたね。あれ、右側。あれ、当たってるぞ。対決
なんか引いたっけ。446、相当し、16本。せめて継続してくれ。よーし、219枚で終了です。214ゲームショート演出。モード A からのモード A でちょっとこう設定を期待してる身としては寂しい感じが、まあでもあと 1,2 回はできたらボーナス見てモード以降見てってことがしたいんで。外れたと思ったけど当たりましたね。244、総投資2万。115枚。モード A か。朝一91で当たり、その後天国に行った。ここまでは良かったんですが、A から A、 そしてもう一度 A に行ったということで、まあ、あと一発二発様子を見たいっていうのが本音ですが、なかなかそうしてしまうとね、気づけば2000枚マイナスみたいなことも起こりえますから、ちょっとこう追う理由が今のところないということで、まあ大移動したいんで、周りの状況を見に行って、まあ、かなり人も多いんで、どうしてもなかったらあと1回ぐらいボーナス見てもいいかなと思いますが、まあ、なるべく移動したいんで、しっかり移動できる台探してきます。まあ、今のところすごい強そうだなとは思わないですね。窓か窓2サラバン0も1台ぐらいはあるのかな。まあ、出玉は絆サラバン窓かあたりに比べると一番出てるようには見えますけど、前回この辺の3台4台構成のギアス R2 が良さそうだったということを考えると、この辺とかにまとまって入っててもおかしくはない。それこそ今日もギアスが良さそうに見えますね。まあ、でも2000枚出てる台もあるからな、一撃でなんとも言えへんか。人多いっすね。今んところ移動できそうな台はないかな。下も上も見ましたけど、どうしよっかな。置き時ぐらいしか空き台がなかったんすよね、今見たら。まあ前回助けてもらった化け物語とかも空いていないということなんで、ちょっとまあ A ループしてるんで微妙な気はしますけど、微妙というかちょっと高設定に期待はできないかなと思いますが、まあ、サルマンを打っていくしかないということで、もうちょっとだけ頑張ります。あと1回見る。はい、じゃあアレックスいきます。俺毎回アレックス打ってんな。予想外すぎて横コンなってる。500テンパイしたら2角です。レグラクセなんで俺は中押しなかったんだ。まあいっか。あ、ビッグだね。助かった。421ゲーム。すごいもんね、秋台町の人たちの数が。
よう後ろを人が通る。お、第三ショートシップ。219ゲーム、チェリー同士だね。あぶね、飲まれそうだったもん。ポッピーも割と悪くなさそうだけど、ちょっと現状傾向が見えないですね。バイクとピストルどっちが好き？どっちも握れるぜ。こっちもブンブンいけるよ。こっちはバンバン打てます。すごい、こんな打てるんだちゃんと。へー、ふざけてるって思うでしょ。尺を作ってるんです。よし、もうこうなったらね、しばらく開かないですから、おそらくこのお昼過ぎまで開かないと思うんで、もう 1でいいから楽しもう、アレクソ。そういう気持ち大事だから。よっ、なんだ、3連続ブドウですね。むしろ消灯なしで暑いぞ。あかなな、ここどうなん。よし、よし、1コマ滑ったかな。どうかな。おお、来た。203ゲーム。あぶね、また飲まれそうだった。ギリギリの戦いしてんな。いや、これでなんとか一矢報いれる。クレアか。まあこれでもやるべきだな、明らかに。嫌で嫌でしょうがないけど。移動します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。